こんにちは、夫婦こんにでちす。は。よろしくお願いしお願いしまます。す。デニムですよね。デニデムニでム、す。はい。10オンスのデニムをベースにいろいろやってきましたね。もうバンって出してきます。毎回これ語ってるから。で、なんかコロナってやっぱコロナで大きく作るもの変わったな、みんなさんの雰囲気変わったなっていうのは、まずシルエットだよね。まずシルエットがテーパードかかってたりゆったりしてないと、テーパードかかってるものが売れなくなって、ゆったりしたシルエットのものとかがまず動き出すようになりましたよね。確かに。で、結構張り感があるものよりはゆったりした雰囲気の、まあ代表的なところで言うとコットンより化繊の方がみんな好きだし、っていうふうになんか対極がぐって動いたから、別にそればっかりやるわけじゃないんですけど、まあ作る方の雰囲気も変わっていきますよね。だからずっと定番で、もちろん今もやってるんですけど、シャディレーンとかベストフレンドっていうのは割とテーパードかかってて綺麗めな印象のデニムだったんですけど、今これがチャイが人気人なの気。はなんかそれを感じさせるよねっていうデニムなんですけども、まず12オンスの結構厚いデニムなんだけども、洗いかけてるからめちゃくちゃ柔らかいです。なんなら10オンスのベストフレンドとかは生の状態だからこれよりも硬い、張りがある気がする。で、ちょっとねブルーの色味に、普段の夫婦は白ステッチそうですなんだね。けども、まあデニムらしい黄色のねステッチかけて、シルエットがこうワイドのかなりワイドだと思います。ワイドでストレート、わりか見てしまっすぐ、長い。そのままだよね。かけることもなくフレアにすることもなく、まっすぐ、もうすごく足長効果があります。で、見てください、この股上のふっくらとしたこのシルエット、まあ、ハイウエストで履いていただいて、ベルトでギュッと締めていただくと、もうベンと、今インサート入ってると思いますけども、かっこよく決まる。まあ、デニム初挑戦の方にもチャレンジしやすいと思う。まずテーパードも何にもかかそうってですないね。し、股上も割とあるので。これ私実際に持っててわりかし履くんですけど、そもそも今まで持ってたデニムとかって仕事にあんまり着てきたくなかったんですよ。それってなんでかっていうと、やっぱ苦しくなってくるんですよね。こう夕方とか過ぎてくると、ずっと履いてると硬いし、こう締め付け感というか、なんかあんまりリラックスしないというか、で疲れてきちゃうので、デニムをこう職場に履いてくるっていうことを避けてたんですけど、これ手に入れてから柔らかいからなのか、なんか本当に普通に化繊のパンツ履いてるのと同じくらいの感覚なんですよ。だからすごくお仕事とかでデニム履いていけるっていう方にはぜひ挑戦してほしい。デイリーで履いててもノンストレスだし、ハイウエストで履くのはもちろんやっぱ股上が深めなのでかっこよく着れるんですけど、私はこれ S サイズとかで腰を落として着るのも可愛いかもって思ってます、実は。確かに全然ありだと思う。なので柔らかいっていうところをすごくうまく使って、いろんなコーディネートができそうなパンデニムだなと思ってますね。まあちょっとデニムなので色落ちした？ついた？私草なぎ剛派でデなんニでムこと洗わないで育てる派なんです あ、じよ。ゃあつかない。普通にあんまこうり感じ白たいこ T シとャなツいとでかす。に、あ、つかなかったんだ。まあ多少そのリスクはある気はするので。一回洗いましたけど、別になんか色落ちした感じだったり色移りした感じは私は単な体かで洗っったた？んですけど、いや、お、普通に？いろんなものと一緒に？で大丈も夫だった？私はすごくそういうところが適当なので、色移りしていても気にしてない可能性があります。 気づいて気づないていね。ない いや、どうだろう、すごい。あ、そうですか。まあ、なので、うわ映ったっていうくらいそう分だかるね。ものはなかったって感じ。ああ、じゃあ、ちょっと可能、一例としては一例といしただいておて、きましょう。はい、じゃあサイズをお願いします。こちらが総丈、このベルト幅も含んで S サイズが 99cm、 M サイズが 102cm で、ウエストが S サイズ 71cm、 M サイズ 75cm、 ヒップが S サイズ 96cm、 M サイズ 101cm、 股上が
S31、M32 で、渡り幅が S サイズで31.8cm と M サイズで 33.5cm になっています。はい、まあ、デニムいろいろね出ていますけども、これからもねこれのスタイリングをちょっと元にまたちょっと新しいの開発してたりしますんで ね、はい、そうですね、あの今後も楽しみにしていただければと思います、はい、やっぱ12オンスぐらいになってくるとデニム工場さんでしか作れないので、うん、まあ、そのデニム工場さんと出会って作ったのがこのパンツですからね、ぜひお楽しみに。ありがとうございました。はい、チャイデニムどんなもんでしょうか。フーフーのこれまでのデニムと違ってステッチが黄色いので、うん、結構カジュアルな印象が強いんですけど、結構股髪がかなり深くて太めなので、あの結構ガッチリ系のジャケットと合わせてもバランスよく着れるなと思います。生地感はいかがでしょうか。うん、ちょうどいい、薄すぎず、うん、厚すぎず、うん、でまあ、あの最初から柔らかいので本当に履きやすいデニムだと思います。はい、ありがとうございます。今は S サイズ、 S サイズ、 S サイズのお気に入りということで長いって感じ、はい、そうですね、うん、M だと普段生活するにはちょっと長すぎるので、はい、S がいいかなと思います。はい、ありがとうございます。